自分一人のために、親兄弟も愛人もあって、離れがたい故郷に別れて、漂白の人に彼らはなっているのであると思うと、自分の深い物思いに落ちたりしていることは、その上、彼らを心細がらせることであろうと源氏は思って、昼間は皆と一緒に冗談を言って、旅愁を紛らそうとしたり、いろいろの髪を継がせて手習いをしたり、珍しい品の綾などに絵を描いたりした。その絵を屏風に貼らせてみると非常に面白かった。源氏は京にいた頃、風景を描くのに人の話した海陸の良い光景を想像して描いたが、写生のできる今日になって描かれる絵は生き生きとした命があって傑作が多かった。現代での大家といわれる知恵だとか常則とかいう連中を呼び寄せて、ここを三つ賀に書かせたいとも人々は言っていた。